ははい、皆さんこんこにちは村長です先日からストリームデッキという左手デバイスを気に入って躍起になっていたところなんですけれどもまた DTM の Facebook グループでいい情報を頂い,いてこの画面に今出てますメタグリッドこれは iPad で動く左手デバイスのようなソフトウェアで ストリームデッキとの一番の違いはもう DAW 用にいろんなセッティングがちゃんと出来上がってるというところですただし今日こうやって解説するのはとってもセッティングが複雑なんですパソコンの苦手な人はまずはかなり行き詰まるとそういうふうに言ってもいいぐらいなんですね それも DAW、いろんな DAW ごとにセッティングが違うので今回はスタジオワンに特化してお話をしますが、まあ、応用できる方はしていただいたらいいと思うんですが案外複雑ですのでその辺はしっかり聴いてやってみてください「村長ミュージックスタジオ」 まずは iPad のソフトは今画面に映ってますように APP Store でメタグリッドというのをダウンロードすることになります。僕の場合はもう購入してあるので画面は開くというふうになっていますがこのような形で紹介されていますのでこれは 価格的には3600円と iPad 用としてはとっても高いですけれどもでも十分な価値のあるソフトだと思いますただし冒頭にも言いましたようにこれはセッティングがとっても複雑ですので自信のない方はやめた方がいいです今のところ僕もスタジオワ o n e 用でありましたら無償とはいかないんですけれども レクチャーすることはできると思います。でも、ーベースであったり、ロジックであったり、それはですね、まだ皆さんにお教えするようなことはできませんので、購入するときは自分の責任で購入をしてください。そこで、これをダウンロードしたら、まずは立ち上げるんではなくって、次の作業をします。それは、このソフトの メタサーバーという Mac 用もしくは Windows 用のソフトウェアをダウンロードすることになります。そして次のドキュメンテーションと書いてあるのはもちろんマニュアルです。メタグリッド用のマニュアルと DAW や MIDI についての PDF があります。PDF の日本語化は 僕が前から何度か説明しています PDF を翻訳できるサイトがありますのでそのサイトを使って PDF は翻訳したらいいと思います。その翻訳サイトについては概要欄に貼っておきますのでぜひとも上手に使ってください。そしてもう一つがこのリソースというソフトウェアです。これは このメタグリッドと、そしてスタジオアン o リなりの DAW とかをつなぐプロトコルのソフトウェアがいくつか入っています。これは重要ですので、これもダウンロードをします。そしてもう一つ、Windows の方では、ここに ループミディというソフトウェアで無料のものがあります。これもメタグリッドと DAW をミディでつなぐ重要なソフトウェアです。これをこの右のダウンロードループミディと書いてあるところからダウンロードをします。もう一度復習しますと、このメタサーバーという ソフトの Mac か Windows 版そしてマニュアル類そしてこのリソースというメタシステムというのをダウンロード3つをダウンロードしてこそうまく動きますそして次はダウンロードしたホルダーを見てみますダウンロードしたソフトウェアはこのようになってまして上の2つですねメディアサーバー これはメタサーバー EXE というのをインストールします。インストールというかダブルクリックすればいいわけなんですけれども、これをインストールしましたら、Windows の場合は右下の常駐アイコンのところに M というマークで常駐ソフトが立ち上がります。これのセットアップ。ここから セットアップをしていくことになるんですけれどもこれは後から説明します先に先ほどのダウンロードのループミディをインストールしてくださいインストールして起動するとこの画面左の方のような状況になります今ループミディポートというのとループミディスタジオ1というのとループミディキューベースというのができています これは、このプラスというところで作ります。そして、まあ、名前を変える場合は、このようにして、例えば、ロジック用と。MIDI のポートをいくつか作らないといけないので、このようにするということです。ここで、今、もう一度プラスを押します。 本当は先ほども先に名前を入れておいてこのようにするべきでした。そしてこれをいらなくなったのはマイナスでします。このように自分が複数の DAW なんかを使っておりましたらこのようにセッティングをしてください。そしてこのループミディは一応はクローズすればいいです。セッティングはここだけです。そして 先ほどもう一つダウンロードしたこのプロトコルのファイルです。Ableton Live, Cubase, Digital Performer, Logic, Reaper, Studio One とこんだけソフトウェアが準備されています。言い換えればこれ以外はまだ対応ができていないとも言えますので購入の時は気をつけてください。そして Studio One の場合はこれを開きます。 そしたらユーダーデバイスというのが出てきますので、それも開きましたら、メタシステムというのが出てきますので、これをコピーしてください。次はスタジオワ o n e の特定のホルダーに入れないといけません。これは C ドライブの Windows の中のユーダーというところに自分の起動した ID があると思うんですけれどもそこでまあ僕の場合は村長というので起動してましてその中に a p p データというのがありますただしこれは普通は出ていないことの方が多いですこれがもし出ていない時は画面の表示タブを選びましてそこのオプションというのを見ますそこで 表示というのを見ましてここにファイルとフォルダーの表示ということで隠しファイル隠しフォルダーおよび隠しドライブを表示するというふうなところにチェックが入っていることそしてここにも隠しファイルというのにチェックがありますこの隠しファイルをチェックを入れてないとこの APP データというのが見えない時があります そこを皆さん気をつけてください。そして APP データの中にローミングというのがあります。ローミングの中に今度はスタジオワンの場合プレソナスですね。このプレソナスのホルダーがありますのでそこをクリックするとスタジオワンのバージョンのホルダーがあります。僕の場合はスタジオワンのファの5ですので。 それを開くとユーダーデバイスというのがあります。このデバイスのところに先ほどコピーしたファイルを貼り付けるわけですけれども今もここにメタシステムというのがあります。僕の場合はもう貼り付けてあったからです。皆さんの場合はここで貼り付けてもらうことになります。はい。それで準備は基本的には整いました。 最後メタグリッッッドのセットアップをします右下の常駐アイコンの中から M のマークのアイコンで右クリックしますとセットアップというのが出てきますこのセットアップでメタシステムの MIDI は MIDI ポートの位置これを割り付けますそしてキューベース用には QBS 用のこれですね。これをインもアウトも割り付けます。そしてスタジオワン、1タジオワン1のポートをこのように割り付けることになります。インもアウトも同じものを割り付けます。それで OK をします。ようやくここで本題のスタジオワン1を起動したいと思います。 はいそれではこれからスタジオワン側の設定をしていきますスタジオワンメニューのオプションを開きます外部デバイスを開き追加を選択しますそうするとメタシステムというのがありますそこでこのメタシステムを選びますこのように画面表示が変わりました それで先ほど作りました MIDI ポートをここに割り付けていきますループ MIDI スタジオンというのがありますのでこれを受信元の方にも設定し両方に設定しますそして OK これで通信が 完了しましまた次は iPad のメタグリッドを起動することになります。それでは起動します。これでサーバーと通信ができてこのようにもうスタジオワンのいろんなツールアイコンが画面のように出ています。ちょっと画面を小さく切り替えます。 これで、まず矢印マーク。これを触ってみましょう。はい。このように右方向に拡大されました。今度は左の矢印を押しますと、このように縮小されました。下の方は、このように拡大されていきます。 画面にもうこんなに便利に作り込まれているわけです。オーディオのステレオトラックを作ってみましょう。それは画面の一番左端の上から4つ目です。それをボタンを押すだけで、このようにトラックが新たにできました。そして画面の左の方にツールスというのがあります。 このソフトウェアは縦横どんなふうに使うかということも自由になっています縦横列を細かくしてたくさんボタンを表示するもよし大きくして見やすく表示するもよしです例えば消しゴムマークを押しますそしたら消しゴムマークを押した後消しゴムツールになってあとはこのように消したりできます ちょっと戻します。ツールスを選んで、その他にペンツールであったりとか、カットツールを選んだら、アイコンはこのように戻って、あとはこのように切り刻むだけになります。例えば、画面の下の方には、大分類があります。ミディ用のいろんなツール、そしてミキサー関係の いろんなツールこれでやりますと MS ミュートソロロックオンボタンなどはこのように切り替えていくことができますとっても便利ですねそしてループを設定したり外したり上の方見たら分かると思うんですがこういうふうなことも すべて,ています。そして僕の方もオーディオツールのところに前からストリームデッキ用に僕の作ったマクロをここに登録してみたいと思いますその方法は右の上にエディットというのがありますそれを押すとちょっと今画面が揺れてるようになっていますがエディットモードだということが分かるようにこのようになっています そして空いている場所を選択します。どこでもいいですので今中央ぐらいのところの空いているところを選択します。そうすると画面がこのように切り替わりました。ここで先日も作りましたボーカルトラック用のオーディオトラックを追加することにします。ここにボーカル追加と このように打ちましたそしたら左のところにこのようになりますそしてアイコンの色なんかもこのように選択できますそして忘れてはいけないのが右の方にハイドショーと書かれたものがあります今のままでは表示されませんここをこのように 見える状態というのを選択しておかないといけません。今度は画面左下の方にタップ here to open action editor ということでここでアクションを入れていくようになります。クリックしますとここにコマンドを登録していくことになります。スタジオワンで作ったマクロを 選択したりすることができますこうしましてショートカットを登録する場合は左上のキーボードショートカットというところを押しますそして iPad には通常はキーボードはつながれていないことが多いですのでそこで Shift キーと Alt キーと僕はボーカル用の新規追加はここを V に してありますのでここを押して v を選択しますこのように設定をしてからドーンというのを右上の方にありますので入れるとボーカルトラックに Alt Shift V であるということが設定されましたそしてここで右上でクローズしますもう一つクローズしますはい。 これで真ん中に黄色いボーカル追加というのができました。そうしましたら今登録しましたボーカル追加というのを押して動作を確かめてみたいと思います。じゃあ押します。はい、このようにトラックができましたね。ボーカルのトラックということで ここに新たなトラックとそして自動的に RX8 のボイス・でノイズそしてアンタレスのマイクモッドそしてプラグイン・アライアンスの AMEC9099 これが入りました。一発でこのようになります。例えばこういうようなオーディオデータでも最後フェードアウトをかけたいと思いましたらここにカーソルを置きます。その状態で画面に見えてます左下の方に「フェードアウト・フロム・カーソル」というのがありますので ここでそのボタンを押します。よく見ててください。はい。このように便利にフェードアウトができました。フェードインなんかもちょっとやってみましょう。はい。このようにスタジオワンで使いたい機能は全てと言っていいほど 登録されていいるところが嬉しいですよね今回紹介したメタグリッドとっても機能的にも素晴らしいと思いますそしてストリームデッキとも併用すればもう怖いものなしというほど DTM が時短できるということになりますただし今回説明しましたようにとっても 設定のところがすごく複雑で、初心者の人が現実できるかどうかという課題もあります。僕の方では、個々にお答えするというのは、マンパワー的にもなかなか難しく、若干レクチャーには費用をいただいてすることになると思います。大体1時間の設定で 基本的にはできると思いますので約3,000円ぐらいの費用でセッティングレクチャーはできると思いますのでもし自分でできない方はご相談してみてください。今日はメタグリッドの素晴らしい設定の部分をお話ししました。こ、まあ、これかからら、そのの中身の設定ななんかでもっとと便利なところがありましたら また動画などを作っていきたいと思っています。村長でした。